はい、プレボルドマヤ求人です。読売ジャイアンツ中川コーター松井隼手試合下登録、期待の投手2人が待望のダブル昇格へということでございまして、はい、巨人ですね、中川選手と松井隼選手がまあどうやらね試合下に上がってくるということでございます。本当で昨日平内選手が試合下昇格していた矢先なんですけど、まあそこからね1日してまたこの2人がね昇格ということでございました。まあ巨人枠もね結構余っているっていうこともあったので、まあかなりのハイペースで試合下昇格しているわけなんですが、まあまあ今日はこの2人についてじっくりと見ていきたいと思います。まずはね記事からチェックしていきましょう。巨人育成の中川&松井隼手が試合下登録へ。腰痛の影響で今季から育成契約となっていた巨人中川航太投手が試合下登録選手に復帰することが14日分かった。近日中に発表される見込みで早ければ今週中にも1軍合流の可能性がある。ブルペン陣の救世主として期待される。また22年育成ドラフト1で入団した松井隼手投手も試合下登録が決定。2選手の昇格で試合下選手は66人となり残りは4枠になった。ついにこの時がやってきた。腰痛に苦しめられていた中川が試合下登録選手に復帰することが決定。一両日中にも契約を結ぶ予定となっており、早ければ今週中の1軍合流も見えてきた。長い戦いだった。さっきは開幕前に腰痛を発症し登板なしに終わった。実戦復帰の目処さえ立たず今季は育成契約からのスタートになった。試合で投げれないことよりも日常の動作で痛みを感じた。痛みがなくなってほしいというのが一番強かったです。床に置いてあるものを取ろうとしゃがんだり靴下を履くときでさえ腰に激痛が走った。それでも今年2月の春キャンプではブルペン入りするなど一進一退を繰り返しながら段階を踏んできた。4月28日のイースタン日本ハム戦では21点、11月12日のクライマックスシリーズ最終ステージ第3戦ヤクルト戦以来532日ぶりに実戦復帰を果たした。今月12日13日のイースタン西武戦では術後初の連投となったが共に無失点、投げた疲れはありますけど大丈夫かなと一歩進んだ感じですと話していた。連投テストにも合格し球団は試合下に踏み切ったということでございます。はい、ということでまあ中川選手と松井選手が、試合が登録ということでございました。まあまあやっぱ中川選手がね、待望のということでございました。去年本当1試合も投げれなかったっていうところで非常にね巨人のリリーフ苦しんだ原因の一つでもあるのかなっていうふうには思うんですけど、まあまあ腰のねリハビリを長くやっていて、まあついにね、5月に帰ってきたということでございました。でまああとは、育成の松井隼選手ですね。ルーキーという立場ではあるんですけど、唯一ねこう大学生で育成ドラフトで取った、まあ、この松井選手が同時に昇格ということでございました。まあまあ松井選手に関してはね一軍練習にも参加していたっていうところもあって、まあ上がってくるんじゃないかみたいなことも言われていたんですが、まあやっぱね案の定上がってきたということでございましたが、はい、ではねこの2人の投手どういった成績をね残してきたかというところをしっかりとチェックしていきましょう。はい、中川航太選手プロ8年目、出身地は大阪府、1994年2月24日生まれ29歳、183センチ86キロ、ポジションはピッチャーで左投げ左打ちのサウスポーです。2015年ドラフト7位指名の選手で今季年俸7500万円、平均球速は今季ですね2軍で約143キロほど投げております。で球種はスライダーやシュートなどですね、まあ球種は少ないんですけどしっかりとどの球も精度が高いということでございますが、はい、で中川選手ドラフト買い指名ではあるんですけど2019年に抑えを任されてブレイク、翌年も37試合登板で防御率 1.00 と抜群の安定感を誇り、翌年目の21年には怪我があり辞退したものの、投球後に日本代表にも選出され、最終的に58試合に登板を果たし、巨人のリリーフ陣を支える活躍を見せておりました。しかし7年目となる昨シーズンは開幕前に腰痛を発症しリハビリに回ると、そこから復帰が遅れ1軍2軍ともに登板なしに終わり、オフに育成契約となっていたということでございます。はい、この中川選手ですね、まあ本当ドラフト買い指名からというところで始まったんですが、まああれよあれよと活躍していってですね、抑えを任されることもあったり、まあ近年は中継ぎエースとしてですね活躍してくれておりました。まあただちょっとね怪我とかもちょこちょこあった選手で、21年もね結局まあ58試合に投げてはいたんですけど、ちょっとまあ怪我での離脱があったと。まあこれに関してはねちょうどこう東京五輪の期間があったので、まあ五輪休みの期間でなんとかですね試合のロスっていうのは少なかったんですけど、怪我はしていたと。でそっから去年の腰痛というところで、まあ何かとこう怪我に悩まされてきた近年ということでございました。まあそれもあって育成契約となっておりまして、で通算成績見ていくと212試合で11勝7敗60ホールド24セーブ 220.0 イニング、防御率 2.95、奪三振率 8.22、 予測率 2.09 ということで、まあ抜群の通算成績ではないでしょうか。ドラフト会から入ってきて、まあしっかりとリリーフ陣の役割っていうのを担ってくれておりますし、まあ三振取れてフォアボールも少なく推移しているということで、スタッツもまあ悪くないということでございますが、でまあ21年の成績見ていくと、58試合で4勝3敗25ホールド1セーブ 54.2 イニング、防御率 2.47、 奪三振率 8.07、 予測率 1.65 という成績でございます。まあ怪我でのね離脱こそあったんですけど、復帰後
後もしっかりと抑えてくれておりまして、まあ安定感抜群だったということでございます。でまあ昨シーズンはお休みしておりまして、今季ですね2軍で復帰ということになりました。ここまで5試合で 5.0 イニング、防御率 0.00、 ウィップ 0.60、 奪三振率 9.00、 予視球率 0.00 という成績でございます。はい、まあ2軍ではねしっかりと抑えておりまして、まあ危なげない投球っていうのがですねどれも続いていたのかなというふうに思います。まあそれもあって試合下のゴーサインが出たのかなっていうふうには思うんですが、まあ、ただちょっと気になるのが球速が若干出ていないよっていうところはあるんですよね。中川選手に関しては2021年の球速っていうのはだいたい146キロほどでございました。今季ね2軍で143キロほど平均出ておりまして、まあその辺の球速っていうのがどうなのかなというところは一個あります。まあただねやっぱ2軍の方が球速出にくいっていうところはありますし、21年もね2軍で投げていた時はだいたい似たような球速ではあったので、まあ1軍に行ったらまた球速上がる可能性もあるんですけど、不安定はその辺かなっていうところはありますね。ただねやっぱまあまあ指標的には何も問題ないかなというか、まあストレートもスライダーもやっぱこう2軍レベルでは相手にならないぐらいのですね、ところもあります。まあ5イニングっていうですね短いイニングではあるんですけど、その中でもやっぱこう中川選手の実力っていうのがはっきり出ていたスタッツにはなるのかなっていうふうに思いますので、現状まあ指標的には問題ないかなと。1軍に行ってねこれがどこまでっていうところはあるんですけど、まあやっぱ実績もありますし、このタイミングで上げてくるのは妥当かなというところではないでしょうか。まあね、近々1軍に上がるという話も出ておりますが、どのくらいですねやってくれるのかっていうのが、まあ、今から楽しみですよね。では松井選手も見ていきましょう。はい、続いては松井颯選手、プロ1年目、出身地は東京都、2000年9月14日まで22歳、178センチ83キロ、ポジションピッチャーで右投げ右打ちの選手です。2022年育成ドラフト1位指名の選手でルーキーです。今年俸400万円借金が290万円、平均球速が2軍で約146キロほど。球種はスライダー、カット、カーブ、シンカー、フォークボールなどを投げます。松井選手は高校時代控え投手としてプレーしており、特に目立った選手ではありませんでしたが、それでも明星大学に進学は1年クラブに治療を果たし、リリーフを中心に活躍を見せると、4年春から先発に本格転向し、プロ注目の選手に成長。上位指名候補とまで言われておりましたが、ドラフト当日は試合下での指名がなく、育成指名で入団、プロ入り後はキャンプからアピールを見せると、ここまで先発として2軍で好投を重ねてきたということでございます。はい、この松井選手ね、非常にこう評価が高かった選手ということで、まあ上位も指名あるんじゃないかみたいなことも言われておりましたが、蓋を開けてみればまさかの育成指名ということでしたね。まあまあ結構ねやっぱ即戦力のピッチャー、まあ、特に大学生のレベルっていうのが近年上がってきている中で、こういったですね試合が確実と言われていた選手が育成に回るっていうこともですね増えてきておりました。まあ松井選手はまさにそういった例だったのかなっていうふうに思うんですけど、大学試合の通算見ていくと、リーグ戦ではですね半名分のみで20試合6勝2敗、 96.0 イニング、防御率 1.41 ということで、まあまあリーグレベルはそこまで高くないリーグではあるんですけど、しっかりの成績を残していたんですよね。で23年のオープン戦成績、キャンプでもねアピールしていた松井選手、オープン戦に呼ばれましたが、2試合で 1.2 イニング、防御率 10.80、 奪三振率 21.60、 予視球率 10.80 ということで、まあちょっとオープン戦では打ち込まれてしまったということでございました。まあそれでも 1.2 イニングで奪三振4つ取っていたわけでございますから、まあやっぱしっかりねある程度ボールの良さっていうのは、まあ、首脳陣に示せたオープン戦だったのかなっていうふうに思うんですけど、でまあそこから2軍に行って主に先発として、調整しておりました。7試合で2勝1敗 31.1 イニング、18奪三振9四球、被安打27、防御率 2.01、 ウィップ 1.15、 奪三振率 5.17、 予視球率 2.59 という成績でございます。はい、まあ2軍ではねしっかりと抑えておりまして、まあ防御率もね、まあ、2点台もうすぐでまあ1点台というところではあるんですよね。まあまあやっぱこう育成ルーキーとしては破格の数字っていうのを残しているのかなというふうには思います。まあやっぱ上位指名候補と言われていただけありますよね。まあただ松井選手としてはやっぱまあ課題で言うとストレートの K パーですよね。この辺が課題にはなってくるのかなというふうに思います。平均球速はね、遅くないです。146.7ぐらいね出ておりますし、ここからまた速くなる可能性も全然あるかなっていうふうに思うんですけど、ただやっぱまあなかなかストレートでね三振っていうのが取れていないっていうのが一個あります。それもあって奪三振率っていうところがそこまで高く推移はね2軍でもしておりません。まあ変化球の精度っていうのも高くて、まあやっぱり一番スライダーがいいのかなっていうふうには思うんですけど、2軍でねなかなか三振取れていない分、1軍で先発した時にどのくらいになってくるのかっていうのが、まあ一個ね課題ではあるのかなっていうふうには感じます。
なので先発とリリーフね、両方視野に入れて、こう言ってもいいんじゃないかなっていうふうには思いまして、今先発調整しております。巨人先発されていないので、まあそれでいいとは思うんですよね。で、多分先発で登板機会っていうのもあるのかなっていうふうには思いますし、それでハマればいいんですけど、まあまあもしね、一軍で打たれてしまってで、怪我人もね、時期帰ってきますね。菅野選手、井上選手、メンデス選手ら帰ってきて、先発増えてきたなっていう風になったら、このままリリーフに回してみてもね、まあいいのかなっていう風には思いますよね。まあ即戦力性っていうのを考えると、そっちの方がいい可能性もありますし、まあしっかりと将来的なことを考えるのであれば、先発としての起用にね、こだわっていくっていうのも全然悪くはないとは思いますので、まあこの辺どういう風に使い分けていくのかっていうところですね、まあ一個注目ポイントかなっていう風に感じますが。はい、ということで、まあ以上ね、2000選手試合が上がってくるよという話をいたしましたが、じゃあ他のね育成選手のお話もちょっとしていきましょう。はい、では巨人のね育成というところでチェックしていきましょう。今期の試合が小学選手見ていくと、横川選手と堀岡選手がですね、3月9日に一番早くですね、ダブル昇格ということでございました。まあ、堀岡選手はちょっと苦しんでいるんですけど、横川選手は今もね、先発ローテとして活躍していると。で、梶谷選手が3月24日に昇格。で、田中豊樹選手が3月30日、開幕の1日前にですね、昇格ということでございまして、まあ、開幕前は4選手が試合下に上がっていたということなんですね。で、開幕してからは4月10日に高橋祐希選手が昇格。で、5月に入って三上選手が5月4日に昇格して、平内選手が5月14日、昨日ですね、昇格ということでございました。で、今日、長川選手と松井選手が昇格するということで、計ですね、今季は巨人9選手が昇格しているということなんですね。まあ、もともと枠がめちゃくちゃ空いてたっていうこともありまして、まあ、しっかりと選手が上がってきたということでございました。で、まあ、特徴としてはね、全員がピッチャーということでございまして、まあ、これは元から言われていて、上がってくるのはもうほぼピッチャーじゃないかっていうところですね。まあ、やっぱこう、試合後のデプス見てもですね、ピッチャーっていうのは極端に少なかったので、まあまあ、これは予想通りかなっていうふうに思います。で、今巨人のですね試合下人数チェックしていくと、投手が32人、キャッチャーが5人、内野手17人、外野手が12人、計66選手ということになっておりまして、結構埋まってきている状態ではあります。かなりねこう柄空きだった巨人の支配下、まあもう内野下には66まで来ているということでございます。まあでもね、こう軒並み言われていた選手っていうのは上がってきているのかなっていうふうには思いますので、まあまたここからね誰が上がってくるかっていうところではありますね。で、その中で、まあ、上がってきそうなところで言うと、やっぱまあピッチャーかキャッチャーが濃厚にはなってくるのかなと。候補で言うとやっぱピッチャーがまだ圧倒的に多いかなっていうふうには思いますし、野手に関してはなかなかこう上がってくる選手もいないのかなと。まああえて言うならね、まあずっと言っているんですけど、キャッチャーが試合が5選手しかおりませんので、まあ結構少ないんですよね、この辺は。で、キャッチャーで言うと、前田選手がですね、試合下3年目で、今年でね、1回自由契約になってしまうということでございます。で、まあ2軍での起用機会も増えておりまして、しっかりとね、結果を残しているので、まあ野手だとね、彼とかが候補になってくるのかなっていうふうには思うんですが、まあでも現状ね、今のところはそのくらいかなということでございますが、まあ試合下枠66人、あとですね、残り4枠、まあ割と少なくなってきたんですが、他球団と比べればやっぱまだまだ枠はね、空いている方なのかなっていうふうには思いますし、これをまあどう使うかっていうのが注目。まあ当然育成から上げてくるっていうのもそうなんですけど、言われている助っ人外国人選手、新しく取ってくる可能性も全然あるだけにですね、どういうふうに72枠を使ってくるかっていうところも注目かなというところではないでしょうか。はい、では今日は以上です。最後ネットで何の見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。中川が以前のパフォーマンスを取り戻すことができれば頼もしすぎるけど、くれぐれも大事に扱ってほしいということですね。はい、そうですね、やっぱ中川選手に関しては、まあ以前のこうパフォーマンスですよね、これが戻るのであれば、まあまあ本当に100人力というかですね、リリーフの問題っていうのもかなりね改善されてくるのかなっていうふうに思いますし、まあ平内選手も戻ってきてこの間投げておりましたので、まあ平内中川この2人でガラッとですねリリーフ陣、まあ変えてほしいなっていうところではあるんですけど、ただだからと言ってですね、やっぱまあ使いすぎるのも怖いっちゃ怖いですよね。腰がね悪いっていうところもありましたし、完全にね治ったかというと、まあそういうわけでもないとは思うんですよね。いろいろ腰の問題についてはいろいろ一生付き合っていかないといけないこともあるかなっていうふうには思いますので、まあやっぱいろいろこう疲労とかも考えながらですね調整してほしいなっていうふうには思いますよね。まあただね、一方で腰はね不安なんですけど、それ以外の部分、特にまあ肩肘においてはですね、昨年ね1年間本当休むことができたっていうのは
彼のね、選手生命考えると非常に大きいことかなっていうふうには思いますし、まあその辺のね、怪我のリスクっていうのは、ちょっとまあ下がったんじゃないかなっていうふうには思いますので、その辺は1年間休んでですね、体をこうリフレッシュできたと考えれば、プラスに働くこともあるのかなっていうふうには感じますよね。で、こちら見ていきましょう。育成多く取っている割に最近はなかなか活躍する投手出ていなかったし、松井隼には期待したいということですね。はい、そうですね、巨人に関してはやっぱまあ育成選手かなり取っていて、まあ三軍戦まで敷いているということでございます。まあ野手に関してはちょこちょこね、こう松原選手あったりちょこちょこ出ているんですけど、ただね、やっぱ育成ピッチャーに関してはここ最近なかなかこう一軍でバリバリ活躍できている選手っていうのは輩出できていないのかなというか、まあ山口哲也っていうですね、まあ偉大なね例っていうのはあるんですけど、それ以降っていうのがなかなか輩出はできていないので、その辺はやっぱ他球団と比べても寂しいものはあったのかなっていうふうに思いますよね。で、それで言うとやっぱまあ松井隼人選手、彼の場合はやっぱ試合がクラスの選手っていうことがですね、まあずっとこう入団から言われてきておりましたので、まあそういう意味では本当彼に期待したいことは多いのかなっていうふうには思います。どういうね起用法になるかっていうのはまあまだこう定まってはいないのかなっていうふうには思うんですけど、まあ1年目2年目3年目と徐々にですね活躍していって、まあ育成出身からね一軍に定着できる選手になっていただきたい限りでございますが、では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。背のゲームセット、ありがとうございました。